サミュエル・トーマス・デッカーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、シボイガン出身のバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ポジションは、パワーフォワード、または、スモールフォワード。ウィスコンシン州の高校時代は、同州のミスターバスケットボールにも選出され、有名な存在だったデッカーは、ウィスコンシン大学でも、中心選手として活躍し、3年生時には、 NCWA トーナメントで同大学を決勝に導く活躍を見せて評価を上げたところで2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。18位でヒューストンドケッツから指名された。しかし、ルーキーシーズンは開幕早々に腰の手術のために戦線離脱を強いられわずか3試合の出場に止まった。2016から17シーズンは開幕から ベンチプレイヤーとして奮闘。2017年1月21日のメンフィスグリズリーズ戦では自己最高の30得点を記録した。2017年6月28日、クリス・ポールとの大型トレードでロサンゼルス・クリッパーズに移籍し、2018年8月7日に クリーブランドキャバリアーズへとトレードされ、同年12月7日に3チーム間のトレードにより、ワシントンウィザーズへ移籍。その後の2シーズンをロシアとトルコのチームでプレーした後、2021年8月10日に、トロントラプターズと1年契約を結び、NBA へのカムバックを果たした。ありがとうございます。